はい、皆さんこんにちは。部屋の押し入れに眠っていました8年前の古いノートパソコン、こちらに Windows 10を入れて再利用したいと思います。再利用するモデルは2014年10月頃発売になりました HP の15インチ G000 バリューモデルのノートパソコンになります。 CPU は AMD の A46210APU を搭載しているモデルになります。スペックはこちらのようになります。モデル名は 15-G034AU、 OS は Windows 8.1、 メモリは 4GB、 ハードディスクは 500GB、 ディスプレイは 15.6 インチの光沢ディスプレイ、そしてこの時代のノートパソコンには必須の DVD マルチドライブが搭載されています。 CPU の性能ですが、バリューモデルということもあって、このように CPU マークに関しても1472の数値となっています。使用目的を YouTube の視聴とサイトの閲覧に限定すればギリギリ使える性能だと思います。発売時の OS は Windows 8.1 ですが、メインサポート期間はすでに終了、そして延長サポートの方も2023年1月10日に終了します。今更 Windows 8.1 を入れて使用する気にはなりませんので、 Windows 10、 こちらを入れて使用してみたいと思います。まずはサイトの方に Windows 10が入るか確認をしてみました。下の方には Windows 10の表記があります。また Windows 10インストールに関して検索をしてみますと、2013年8月以降に発売されたパソコン、こちらに関しては可能という表記がありましたので、問題なくインストールできるみたいです。ただし背面や電池パック等を外して探してみましたが、よくあるプロテクト ID のシール、こちらの方が見当たりませんでした。この点もホームページで調べてみましたが、どうやら Windows 8のモデル、こちらはシールでの貼り付けではなく、システムボードにプロテクトキー、こちらが埋め込まれているタイプとなっています。それでは Windows 10インストール前に内蔵のハードディスクから SSD に交換をしていきます。このモデルは HP のビジネスノートパソコン、こちらに比べて簡単にハードディスクの交換ができません。はじめにバッテリーを取り外します。そして次は背面のネジ穴ですね、こちらからネジを取り外していきます。8年前のノートパソコンということもあり、ネジの数が半端なく多いです。手前にあるゴムの足、こちらのすぐ下にネジ穴がありますので、多分こちらのヒンジ側のゴムですね。こちらを外していけば、この中にネジがあると思います。はい、手前に1個ありました。では両方外して、こちらのネジも外していきます。次に DVD ドライブの固定ネジを外して、最後にドライブの方を外していきます。最後ですが、ドライブを外したところ、ドライブ上面にもネジが2本残っていましたので、この2本を外すことによって背面のネジすべて外すことになります。これで背面のパネルが外してハードディスクにアクセスできるというわけにはいかず、このタイプのパソコンは表側のパネルを外す構造になっています。キーボードの爪を外してキーボードを取り外して、次に電源とタッチパッドの配線を取り外して、なおかつまたここにネジが4本ほどあります。こちらの4本を取り外して、やっと上面のパネルが外すことができます。ここまで取り外したネジの合計は18本になります。あとは上面のカバーの爪を外していけば内部にアクセスすることができます。メモリーに関してはスロットルタイプではなく、基板直付けタイプのメモリになっていますので、増設はできなそうです。ハードディスクに関しては右側手前に設置、こちらもネジで固定されるタイプとなっています。それではハードディスクを外していきます。まずは本体固定ネジを2本外して、取り外した後にハードディスクに固定する金具のネジ、こちらの方もあと2本残っていますので、こちらも外して完了となります。ここまでで総計22本のネジを外したことになります。分解に関してはそれほど難しい作業はありませんが、古いノートパソコンにありがちなネジの本数の多さ、こちらには参ってしまいます。
それでは SSD 256GB の SSD に交換して再度組み立てをしていきます。それでは作成した Windows 10のインストールメディアを差し込んで電源を入れていきます。クリーンインストール用のインストールメディアの USB を挿した状態で電源を入れたところを、こちらの USB から起動しましたが、もし USB から起動しない場合は F2 ボタン、こちらを押すことによってインストールメディアの選択画面、こちらが出てきますので、そこから USB メモリを選択すれば実行できます。それではインストールが終わりましたので、ライセンス認証ですね、こちらの方がどうなってるか見ていきます。ちなみにインストール中にはプロダクトキーの入力項目が出てきませんでした。ライセンス認証画面を見てみますと、Windows はデジタルライセンスによってライセンス認証されているということで問題がないことが分かりました。次に実際の使用に関しては、こちらのモデルは増設のできない 4GB モデル、そしてグラフィックスは CPU 内蔵ということで、メモリの方もメインメモリと共有となっています。そのためメモリが不足する場合もあるかと思います。それでは SSD にコピーしました 4K60fps こちらの動画を一旦再生して動作を確認していきます。4K60fps、 容量は 1.5GB、 1分の動画になりますが、このようにうまく再生することができませんでした。次は無線 LAN で接続して YouTube を再生してみます。まず最初はディスプレイの解像度と同じ HD での再生となります。全画面再生に切り替えてみましたが、解像度 HD の再生に関してはスムーズに再生することができました。次に解像度をフル HD、 こちらに変更して再生をしてみます。フル HD での解像度での再生に関しては特に問題なく、スムーズにこちらも再生ができることが確認できました。最後は YouTube での 4K60fps こちらの解像度で再生をすることに。やはり 4K ですとこのようになかなか難しい感じになります。ということで、今回は押し入れで眠っていました8年前の発売の HP バリューモデルのノート PC、 こちらを SSD に換装して Windows 10をインストールして動作確認をしてみました。ちょっとした調べ物や YouTube 再生ですとまだまだ十分使えるようになりました。私はこちらを会社に持って行って昼間の動画再生や調べ物に使っていきたいと思っています。今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。